それではハッピーバースデーの解説をしていきたいと思います。まずイントロからいきます。3拍目8フレットを小指で押さえて親指ピッキングします。この後5350ストロークして C コードストローク。今回ここでは5350というちょっと難しいコードが登場しました。こういったちょっと難しいコードを一瞬で押さえる練習っていうのを少し紹介したいと思います。まずですね、一回この5350を押さえます。で、この押さえた状態を壊さないようにそのままこの弦の真上に浮かせます。わかりますかね。こんな感じですね。この時にですね、こう指がこうピンと伸びないように気をつけましょう。押さえたままこの状態で浮かせます。そしたら、浮かせた状態のところからいっぺんに同時にですね、5350を押さえに行きます。パッと。これを繰り返します。浮かせて押さえる、浮かせて押さえる。要するにこの空中で5350っていうこの形をですね、作るこの感覚を養うという練習になってます。慣れてきたら、開放弦を弾いていっぺんに押さえてっていうのを交互にやるといいかと思います。こんな感じですね。あともう一つはですね、これ意外とできない方がいるんですけれども、押さえる指をパッとこう即座に言えるかというのが大事になってきます。もちろん楽譜は見ないでですね、例えば5350だったら薬指、人差し指、中指っていうような感じで頭の中で押さえる指が言えると、意外とこのパッと押さえやすくなります。脳でこの考えていることが指に伝わりますので、それもおすすめな練習です。ぜひやってみてください。その後いきたいと思います。開放弦のメロディーを弾きます。ストローク、 C コード、この薬指がガイドフィンガーになって G7 に行きます。ここで初めて、シャッフルというリズムが出てきました。こういったリズムになります。ダウンストロークがちょっと長めで、アップが短めというような感じになっています。ここではですね、アップストロークをあまり変に意識すると、このシャッフルの軽快さがなくなってしまいますので、アップストロークはですね、なんかこうおまけ程度に考えておくといいと思います。この2拍目のダウンを弾くためにはですね、こう腕を上げなきゃいけないんですけども、それがたまたま当たるっていうような感じだと、この軽快さが表現できるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。その後続きいきたいと思います。G7 から弾き直します。開放弦、0120をストロークして、これ押さえたまま親指ピッキングで4弦を弾きます。そしたら今度人差し指、中指、これをガイドフィンガーで滑らせてきて5350押さえてストローク。こんな感じになってます。ここは解説の丸アにも書いてありますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。ここの5350はですね、先ほどのイントロより、このガイドフィンガーがね、関わってる分押さえやすいんじゃないかなと思います。その続きいきたいと思います。開放弦弾いて10フレ。こんな感じになってます。この10フレットですね、いきなりちょっとハイポジションに飛ぶんですけれども、ここではですね、前の開放弦を弾いた時に少し準備を入れることが大切になってきます。C コード弾いて開放弦弾きますね、この時に。この時にちょっとポジションをこう10フレットの方に移動しておきます。C コードを弾いている時は親指がだいたい3フレットとか4フレットあたりにいるんですけれども、これをですね、だいたい6フレットあたりまでずらします。この開放弦弾く時にずらしてきて、そしたら小指で10フレットですね。こんな感じになってます。ずらし方としてはですね、この人差し指の付け根をこうネックに
軽く沿わせてずらすと、この楽器が落ちる心配がないんじゃないかと思います。続きいきたいと思います。10フレットから、ここフェルマータですね。フェルマータは演奏者の任意の長さに伸ばすという意味なんですけれども、この曲ではだいたい一拍分長く伸ばすと綺麗にまとまるような感じがします。そしたら続き、最後も5350が出てきます。ここではですね、直前の C コードを早めに離してあげることで次の5350がタイミングよく抑えられると思います。ちょっともう一回弾いてみます。こんな感じとなっております。絵の佐藤正也です。今回の4曲目のハッピーバースデーではですね、初めて、シャッフルというリズムが出てきました。ストロークの中ですと、ダウンが少し長めでアップが少し短め、1と2と3と4とっていうような感じになります。このシャッフルなんですけれども、レッスンなんかでちょっといろんな方を見てるとですね、意外とシャッフルよりか、イーブンの普通のリズムの方が刻めないという方が多かったりします。なのでですね、シャッフルと普通のこのイーブンを明確に引き分けるというちょっと練習をぜひ取り入れてみてください。やり方としてはですね、1小節ずつ交代で弾いていきます。最初イーブンで1と2と3と4とってやって少し休んで、次はシャッフルで弾きます。1と2と3と4。この違いをはっきりこう表せるようにぜひ練習してみてください。意外とですね、この跳ねない曲のストロークでも跳ねてしまうっていう方が結構いますので、ぜひ練習してみてください。何かの参考になれば幸いです。佐藤正也でした。ありがとうございます。